皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転手の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、広島電鉄の地御前駅です。駅の南、厳島神社の拙者地御前神社からこの駅名が付けられました。このチャンネルで約7年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々350駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速地御前神社へ参拝しに行きましょう。地御前駅を降りましょう。改札はありません。車内で精算です。千鳥式ホームです。そして向こうには JR 山陽本線の線路があります。駅はありませんね。ちょうどこちらに見える道路は国道2号線です。まずは国道2号線沿いをしばらく南方向に進んでいきましょう。地御前漁業協同組合、そう、海が見えます。ちょっと今日は天気が悪いんですけどね、若干小雨も降っています。もうしばらく国道2号線を南に進んでいきます。国道2号のすぐ横には海、きっと向こうに見えるのは霧で霞んだ宮島です。線路がありまして、なんと鳥居があります。残念ながら道路そして線路がありますので、ここから鳥居には行くことができません。ちょうどあちらに交差点横断歩道があります。そして踏切もありますので、もう少し向こうまで行きましょう。一旦階段を降りて、交差点名は地御前神社前、地御前の踏切があります。右よし、左よし、さあ確認をして渡りましょう。踏切を渡って右に曲がります。下空橋と読むのでしょうか。短めの橋があります。さあこちらの橋を渡りまして、なんと道路のすぐそばに社殿が見えてきました。こちらの道路の海側に先ほど見えた鳥居があります。そして向かい側には大きな大きな拝殿があります。さあというわけで到着しました。こちらが地御前神社です。先ほどは向こうの海からこちらの線路のフェンスを見てきました。線路横断危険、安全な踏切道にお回りください。ですが一応ここ開けようと思えば開けるんですね。ということは、かつてはここって自由に渡ることができたのでしょうか。お、危ない。あーちゃんとうんちゃんがいらっしゃいます。厳島下空車と書いてあります。そんな鳥居、足元でさあまずは拝殿を見ていきましょう。Thank you.
の裏手には赤い本殿があります。そして本殿の後ろ側にはなんと JR 山陽本線の線路があります。さあ今回の由来機構皆様いかがでしたでしょうか。厳島神社を守る神社の一つ地御前神社を参拝しました。建物の数は減っても今でも厳島神社を大事に守っているんですね。広島駅からも広電一本で来ることができます。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所に行きます。どうぞ皆様よろしくお付けください。それではさよなら。